欲しい T シャツがあるんですよ。なんやねこれ。頑張れ頑張れ社長です。こんにちは、ランドマン社長です。フレットランド響きです。9月の今29日、はい、すっごい近くやめちゃうな。29日、はい、8時48分ですね。はい、ちょっとね、欲しい T シャツがあるんですよ。はいはい、じゃあまず何の T シャツが欲しいかって、これですわね。これ出てるんですかね。オージーオズボーンのね。はいはい、オズボーンの嫁はん T シャツ。そうですね。まあ普通にデザインええやんって言って YouTube とかでも紹介で褒めたんですけど、だからその動画は今日の6時に上がってるはずですよ。うんうん、響きが調べたところ、オジオズボンってなんか3回不倫してたっけ？あ、ズックンか。はい。編集の人に教えてもらったら。3回不倫してんの？何回か不倫してた。で、バレて。うん。ああ。で、僕はなんかオズボンワイフで YouTube で検索したら、はい。なんかオズボンの奥さんがこう、メディアでこう喋ってて、はい、いきなりオジーがサプライズ出てきて花束を渡して泣くっていうわけわからん茶番劇みたいな。なんかまあ苦労してる奥さんなんでしょうね。なるほど、うん、どうしても欲しいわけですよ、僕はあれのシャツが、はい、まあその欲しくて11時まで残ったら買うって言ってたんですね、普通はね、うん、って言ってたから、うん、普通に買ったらいいじゃないですかっつってって言われた時に、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、うん、俺グレートランドのオンラインで物買ったことないねん。まあそうっすね。まあそれはね、買ったことあったもんね。だからこう皆さんがこう、うん、9時ジャストで売り切れたわとかいろいろ言うてくれはるやん、はいはい、その感覚もまだ味わってないわけですよ。なるほどなるほど。あの T シャツが果たしてもう売れるのかどうかも分かんないんですけど、あ、はいはいはい、買ってみようかなっていう。なるほど。買いたいなっていう回でございます、はい、画面録画しますね。どうしたらいいのこれ。だからとりあえずこれ、だからこれじゃないけどカートに入ってるわけやろ、これの場合やと、はい、チェックアウトして、英語なんやこれ、めんどくさ。かっこつけて英語にしたのに。もうブラバイの住所で行きましょうか。はいはい、1-21-4、携帯番号入れて、メールアドレス入れて、オプション、メールマガジン、いらん、お支払い情報に、あれめくなんやねこれ。1-21-4。あれまだあかんの。あ、名前か。あ、違う違う。こうです。いっちゃん大事なとこですけど、まあ。あー、で、これ、コンビニ決済とかにして、同意して、あ、注文か。はいはい。それ今、何、練習ですか。練習です。あそういうのを皆さん福袋とか、フェード店とかの前にやるから、うん、あれですね、増えるわけですね。そうですね。ということで、ちなみにこれは何、あ、E に入ってないやん。E入ってない。センスねーなー、みんないいねいいねって思ってないけど、実数もだって北家70人の宮場62やで。まあまあまあ、でもあれですからね、別にそのハートマークっていうんですか、別にいいね知ったからって言ってなんかこうめっちゃ得があるかって言ったら別にそんなことないじゃないですか、これって。なんかだから別にせずとも多分普通に全然売れるんで、まあ関係ないですけど。I'm Ozzy Osbourne's wife と、はい、Now shut the fuck up and go to bed と、つい結婚したら I'm ブラバイ社長 's wife っていう T シャツ嫁さんの顔で作ろうかな。何回くらい知ったんですかね。浮気か不倫でしょ。不倫か。まあ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 、まあ、してる。不倫と浮気の違いって何なの。まあ既婚者の場合はもう不倫になっちゃうね。あれじゃないですか、法的なんかがあると不倫なんじゃないですか。ていうか、はい、ロックスターにさ、はい、不倫すんなとか言うなよとお前。いやまあまあまあ、そりゃそりゃそうなんすけど。嫌 やろ、オジーオズボーンが夕方5時に家帰ってきたら。まあね、今日も嫌やろ、オジーがアフターファイブです直帰してきたら。そうっすね、電車で。だからもうスタジオとかでも言ってるわけですもんね。ちょっと今日はもう時間やから帰るわ。まあ、これこれ帰るわ。いやまた2曲目のと、いやちょっと今日ちょっとみんなで飲み行くのかな、無理やわみたいな感じでしょ。飲みに行って月2回までね。きついな。全然ロックしてないですからね。全然ロックじゃないよ、マジで。そういうのもあって、なんかネタにしてこうしたのかもしれないですけどね。だって他の T シャツないわけでしょ。ファミリーって書いてあるけどさ、はい、あんのかね、他。どうなんすかね。
まあでもオールスポーツですよ、うん、コピーライトが2002なわけですよ。そうなんですよ、まあ、オフィシャルですよ。コピーライトこれ何で書いてあるの。コピーライトにね、何で書いてあるの。ちゃんと見てないですわ。見てくださいよ、オースボーンって3回書いてある。見ていいですか、ちょっと見ていいですか。あーすごいっすね。あのオズボン S、 オズボン K、 オズボンモノモノモノなんちゃう。なるほど、多分名前っすよね。いろんなバージョンがあるんだろうね。あるんでしょうね。うん、今なんかあれあれページがどこ行った。今あの芳賀健二が逮捕されたっていうか上に出てきた。あー昨日僕なんかニュース出てきたっすわ。ということでね、まだ5分前なわけですよ。ドキドキすんなぁ。ドキドキします。どうなんですかね、皆さんこんな感じなんですかね。多分変えるやろこれは。まあでも多分うちのオンラインのその普段ねこう、うん、ありがたいことに全く変えないと言っていただくんですけど、うん、この T シャツはハードルとしては結構低いと思ってるんですよ、うちのね。そのだってすごい時あるじゃないですか、うん、そのデザインがうんぬんは一旦置いといて。 T シャツいけてんのにな、うん、まあ、ね、今のところいいねが入っていないと。次のテレビ行きよう。あ大丈夫なんすかねそういうのは。なんでわかんない、顔面ドーンと入ってるのって大丈夫なんすか。なんかラップティーか前なんかあの厳しいみたいな、まあ、ラップティーはあんまよろしくどうか。オフィシャルがいいでしょ。あオフィシャルは大丈夫なんすね。んテレビって結構なんか制約があるイメージなんですけど、この顔そうな顔しとんで、うん、気はきついでしょうね、気はきついでしょうねとか言って、うん、どこの美容室ってこんな感じだって書いてくるね。いや確かに、まあ、これは本当でもいい T シャツですね本当にね。はい、あんまりこういいという方向性が違いますけどね、うん、あと4分きちゅうしいな。アップルウォッチが秒針ついてるんで、おあの秒何秒前まで分かるんですよ一応。で今7分になったんですね、57分。変えるかな、変えると思うで。これはどうすかね、ほんまにどうなんすかね、わからない。これが変えたら、はい、逆に顧客様たちはまだ修行が足らんってことですね。そういうことですね。これね、朝がこんなもうハートシェイプドボックスでかっこいいで。あそれは多分気分がありますから、だからいろんな T シャツがうちでも入荷して売れるわけですよ。気分ってありますから。これいいよな、今日持って帰りたいもん、もう買って。まあ一応社長やから引き取り行ったらいいんじゃないですか。でもえブラバイの住所にしたんですよね、さっき練習で。うん、ってことはブラバイに発送されるただ送料かかる。めんどくさ、意味わからんやん。いやまあ別に、えでもあれですよ、買えたらもうそれで買わしてくれよ店頭で。いいっすけど支払い方法はそれでやったらなんか銀行振り込みとかにしちゃうとちょっとめんどくさいです。なんで店舗側が。なんでいやなんかあれ銀行振り込み確かなんかお客さんからキャンセル連絡かなんかないとだ見てますよ。うるさいうるさいっすか。だってカードとか入力するまで時間かかるやん。まあそうっすね、銀行振り込みコンビニ払い、代引き早いので言うと多分何秒え、こちら8分であと1分17秒16、15秒ですね。俺こういうのやったことないのよ、シュプリームとかも、おスニーカーズとかも。あ スニーカーズ抽選なんでね、あんま関係ないです。そうか、はい、本当にないの、こういうの好きじゃないの俺。なんかドキドキするから。ドキドキするし、だってプレゼント買おうってないのに。あプレゼントがないっすか。そういうの売れてるのしか買えないから。まあでもこれ売れちゃうとねきついっすよね。同じ T シャツがねデザインとして出るこのサイズ感のやつないやろ、厳しいっすか。7262やろ、肩もこっぱちやで。それだけ24やで。え肩58の袖24ってことは実質普段肩幅60くらいのサイズありますからね。めちゃいいサイズ、うん、めちゃいい、めっちゃいいっすね。もうぼちぼちですよ。これシュインって言ったら更新されるの。シュイン、はい、15秒前ですよ。もうちょっ、あ、ちゃ、ちゃ、なんかちゃ、あ、そうか、今録画されてるんですね。そうそうそう、あね、何秒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 あとね、うん、あと大体7秒くらいだと思います。3、2、1、はいはいはい、いけると思うんですよ、ほらチェック
頑張れ頑張れ社長ですね。頑張れ頑張れ社長。めっちゃ笑ってる。日本語よ。岩谷。頑張れ頑張れ社長。これだ個人のとこ消さなダメですね。いやブラバイなんで電話番号だけね消してくれたら。はい。だからオーダーが通ったら果たして現場で店舗で誰か見てるのかってとこですよ。うん、今パソコン。笛さんとか見てるかもしれないですけどね。もしかしたら。買えるのか。買えるのか。買えました。やった。やった。やった。オジーズワイフです。買えちゃったら買えちゃったりなんかあれやなとか言ってますけど、まあでもあマネートークスとか売れてんだ。あ、これだから管理ロンティーも全部売れてんだ。管理ページ見ましょうか僕。うん、管理ページでねオーダーとか来た順番とかはね分かるわけですよ。もう9時ジャストに通ってますオーダー。9時ジャストに通ってますけど、うん、すごいな。もう売れるね。いやあのね、え通ってないの。いや通ってるんですけど、うん、あそういうことか。結構オンラインじゃなくて店頭で売れてたんすね今日ね。あいやでもオンラインも売れてるは売れてるっすね。うん、早いですよもう結構。やったー。オーダースピードで言うと買えないっていうオチが一番面白かったんだけどね。オンラインページ見てると普通にあれっすわ。あのそもそも関係ないんですけど、うん、楽天ペイで決済うまくいってない人がいるな。あまああの店舗のねあの手が空いてれば連絡してもらうようにするんですけど、はい、ということで買えました。はい。なのでこの動画の締めくくりはこのオジーズワイフ T シャツを着た僕のスタイリングで。スタイリングごと通るんですか。締めたいと思いますので、まああの買えて喜びを見にね、ちょっと、まあ、30秒1分ぐらいの動画でつけて終わろうと思います。でもまあ社長が変えてますんで、うん、まあ普段ね変えない変えないって言っていただくのはありがたいはありがたいですけど、皆さんも変えるんで頑張ってください。はい、まあ、変えます。初買い物ですそういえば そ, うよ。そこにあんま触れなかったですけどね。うん、まあ実際どんなもんかやってみようとかでどうでした。そういえばチェックアウト住所を会員登録したら入らないんですか、うん、買えなくてその自動でこう早く入力できるようにっていうの言われるんですけど、うん、そういうのはないんですけどまずね、うん、そもそも、うん、今手打ちしてたじゃないですか、うん、どうでした。で練習しなかったらよかったな。ああ、こっちとらこっちとら。でも皆さん見てると思うけどね。どうなんだろう。普通に全然パッといけたっすよね。いけた。なのでみんなもっと買ってくれよなじゃあスタイリング行って終わりましょう。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。買えました。ブランドバイヤーズ社長とブレトランド響きでした。バイバイ。はい、これがね買えたやつ。あ、はいはいはい、ブレランオンラインで。なんかちゃうかったんでしょ。オジーに言ってるわけじゃないんでしょ。うん、オジーのなんか家族のなんかドキュメンタリードラマで、なんか子供たちが喧嘩してどうこうと。でももうサイズ感がいいのでね、これで全然いいと思います。気に入っております。このダメージとかもね。なんかカンタ君これだけじゃ締まらないんでください。難しいな。タメ口でちょっといつも通り僕ら暇な時ね、カンタにタメ口聞いてっつってこうカンタにガン詰めされるっていうのが面白いんでよくやってるんですけど、じゃあそれでいってみましょう。これダメ出し、いや僕もいいなと思うんですけどダメ出しむずいな。なんか普段の俺に対するダメ出しもダメ出し。普段のダメ出し何でもいい、はい、普段やったらなんかまあテレビ出てたやん、うん、いやなんかちょっと収録ついてったりしててけど。ああそうですね、してたやん。ついてきてもらいました。はい、もうすごい慣れててなんかまあちゃんと喋れんなと思うんやけど、はい、なんかあの感じがちょっとなんかスタジオとかでカメリハとかも全然緊張してへんみたいな、なんか余裕ぶってる感じはなんかいやまあまあ慣れはあるんやろうけど、まあ、可愛くないなあの感じがなんかちょっともうちょっとテレビ恥ずかしいちょっと緊張するみたいなとこがまあ可愛いやなんかあの感じは、はい、なんかあんな格好つけんでええかなとは思うかな。裏テレビあれはいい、あれはよくすごい良かった。ありがとうございます。あれはすごい良かった。裏が裏でちょっともうちょっとそんな格好つけんでええやん
ありがとうございました。